青木は、ガリヤカマタは、青木か青木族の常緑低木。青々とした葉と赤い果実が特徴で、産地の林内に自生するほか、庭木にも使われる。和明青木の由来は、四季を通じて、常緑で葉のほか、枝も常に緑色であるため名付けられた。別名で、青木は、山竹とも呼ばれる。学名は、名、が、和で、青木が、 ラテン語読みでそのまま使われており、種名ジャポニカは日本のという意味である。英語ではジャパニーズローレルともいい、月桂樹の葉の形と色から名付けられたという説がある。花言葉は諸子関結。日本原産。日本の東北地方の宮城県異勢関東地方異勢の本州、四国、九州や沖縄、朝鮮半島に分布する。 日の差し込む低山の杉林や、商用樹林内に自生し、雑木林などでもよく見られ、日陰でもよく育つ。北海道、本州北部の日本海側の多節地には、積雪に適応した変種ヒメアオキが自生する。冬の間についている、俵型の赤い果実が美しいことから、庭木や公園樹としての利用も多く、園芸品種の栽培もされている。常緑の低木。 高さは0.5から3メートルほどで、枝は太く緑色。幹も緑色で、光合成を行う。葉は、優柄で耐性し、枝の上部に集まってつき、葉芯は厚く光沢があり、両面とも無毛である。乾くと黒くなる特性を持つ。葉の長さは8から20センチメートル程度、形状は長大型で、先端は鋭く、葉囲には、はっきりした虚子が目立つ。 葉に、ブチが入った、園芸品種もある。花期は春。花は褐色を帯びた紫色で、枝先の塩水果序に、穂のように小花を多数つける。私有一種で、花房が大きいものが、お株、小さいものが芽株である。尾花の果序は、長さ8から20センチメートル。芽花の果序は、長さ2から5センチメートルほどで、赤葛色の四辺花が咲く。脂肪会、炭生花。 お花は、炭鉱色の役を持つ4個の大しべがあり、目花は緑色の果汁が1個ある。冬になると、目下部に、楕円形の小指大ほどの赤い果実が12月、翌年5月頃までついている。果実は、角果で、大きさ15から20ミリメートルほどの、卵形楕円型で、角を1個含み、冬から春に赤く熟し、よく目立つ。種子が未熟なうちは、果実の色は青く、 えぐみや苦みを保持して、ひよどりなどの小鳥に食べられないようにしている。青木の果実は、大きな種子の周りに薄い果肉がついているだけで、小鳥たちにとって接触優先度は低く、食べ物がなくなった3月頃なってから赤く熟した果実が食べられるようになる。核は、新鮮なうちは楕円型で大きく、褐色を帯びた白色で表面に浅い縦溝がある。 時間が経過した核は黒か主食になり細く硬くなる。稀に白い果実をつける白身の青木も産地に自生する。暑さ寒さに強く日陰でも育ち赤い果実や緑色の濃い葉や不入りの葉の美しさが好まれて庭園や公園の植え込みに植栽され日本国外でも栽培される。葉に白や黄色の多くのブッチが入る園芸品種不入り青木が選抜され、 日本国外では非常に人気がある。スウェーデンの植物学者、カールツンベルクが学名を与えたその翌年に、イギリスを経由してヨーロッパに紹介されたと言われ、流行してヨーロッパ各地で植えられた。特に歯にブチが入ったものは貴重で、当初はメカブばかりが持ち込まれて実はならなかったが、後にオカビも紹介されて、冬に赤い実をつけるようになると、さらに、 青木人気が高まったと言われている。栽培では、半日影を好み、体感性があり、作りやすく、熟した果実から取り出した種子をまくか、果実干渉用に梅雨時期にギを挿し木して育成する。薬用され、葉は、やけどや、脳の吸い出しに用いられていた。葉は、組見異作用があり、民間薬のダラニスケの原料の一つとして、配合されている。商用には、 排糖体の奥瓶などを含み、脳を出させる排脳作用、消炎作用、抗菌作用がある。果実には、実の色に関係なく苦味排糖体の奥瓶を含む。民間療法では、腫れ物、やけど、切り傷、おできなどの保護、消炎に、醤油を焦がさないように火で炙るか、アルミ箔に包んで蒸し焼きにして、トロトロに柔らかく黒変したものを冷まして、幹部に包帯や、 万草坑で止めて貼るなどして用いると、治りを早めるのに役立つ。下焼けには、商用2から3枚を粗く刻み、水 200cc でとろびで半量になるまで煎じたものを、冷まし、幹部に1日2から3回ほど直接塗る。洗液は、製薬原料としても用いられるが、組配糖体を含むため、直接飲用することは、好ましくないと言われている。完成重修書家父に、 青木、丸に、青木、青木崩し、丸に三け枝青木が記載されており、使用下は、藤原氏系の青木氏、幹部兵士の青木氏が使用している。日本海側産の小型の変種姫青木バリエーション、ボレアリスのほか、果実の色、不入りなど園芸品種も多い。青木族は、ガリアカの族の一つ。三種ほどがあり、ヒマラや中国南部から日本に分布する。 俗名、アウクバは、方言名、アオキバによる。ウィキスピーシーズには、アオキ族に関する情報があります。ウィキメディアコモンズには、アオキ族に関するカテゴリーがあります。クロンキスト体系では、水木か。細葉青木はより細い楕円型を取る。ありがとうございます。